私に天使が舞い降りたプレシャスフレンズ、フジテンプレシャストーク。皆さんこんにちは。私に天使が舞い降りた白崎花役の差し出マリアです。皆さんこんにちは。星野ひなた役永江梨花です。皆さんこんにちは。姫坂の和役木戸あかりです。10月14日に公開となる新作アニメ、私に天使が舞い降りたプレシャスフレンズに関連するキーワードで私たちのちょっとしたトークをお届けするプチ番組、うん、それがプチテンプレシャストークです、うん、よろしくお願いします。お願いします。プチテン、初回はですね、私たち3人でお届けしたいと思います。はい、今回お話ししていくテーマを発表したいと思います、うん、初回のテーマは宝物です。宝物、うん、いっぱいあって迷うな。今回の作品はね、はなちゃんの宝物であるおばあちゃんにもらった髪飾りが重要なアイテムになってくるんですけれども、うんうん、なんだろう、いかがでしょう。ズバリズバリ友達。大事。うわ、大事だ。いないと生きていけない。うん、そうね、そう、確かに。なんか人生を楽しくさせてくれてる友達。うん、そういう意味で行くなら私はやっぱり猫ちゃんかな。猫ちゃん、うん、日々の癒しでもあり、うん、こう守りたい宝っていう感じはする。やっぱり守ってあげなきゃみたいな、そうだよね、そういう意味ではすごい大切にねしておりますね。そうだな、私は今まで出会った作品かな。いいこと言うな。やっぱね、積み重ねていくごとにこう宝物が増えてって嬉しいし、うん、頑張ろうって思えるしね。そうだね、うん、声優の鏡。いいこと言うな、本当に素晴らしいよ、うんうん、じゃあもうワタテンプレフレも宝の一つということですね。宝物ボックスに入れました、うん、ありがとうございます。ということで私たちの宝物のお話をしてきましたが、はなちゃんの宝物がどんなストーリーを持っているのか、それはぜひ劇場でご確認ください、うん、私に天使が舞い降りたプレシャスフレンズはいよいよ10月14日より全国の劇場で公開となります。そしてワタテン5が歌うオープニング主題歌プレシャスフレンズやエンディング主題歌ずっとずっと、そして新たなキャラクターソングが収録されたサウンドコレクションが10月12日に発売決定です。こちらもお楽しみに。そしてそして10月30日には横須賀芸術劇場大劇場にてワタテン5のセカンドワンマンライブ、みんながプレシャスフレンズを開催します、うん、現在チケットの一般発売中です。ワタテン5にぜひ会いに来てくださいね、うん、それでは今回のプチテンはここまでです。次回もお楽しみに。バイバイ。バイバイ。